ではこれから熱対流の実験を行いたいと思います。まず同じ高さのマグカップを用意して水槽を用意します。一つのマグカップの方に熱いお湯、熱湯をいっぱい入れてあげます。こちらはそのままで、そしてこの水槽を上に乗っけてあげます。そして念のために今は水が温かい時期なので、もっと熱くなるようにカイロ、使い捨てカイロを貼り付けてあげましょう。温まった水は外に対して膨らむので、軽くなります。軽くなった水が上がってきます。そしてこちら側では冷やしてあります。冷やすには氷を用意します。氷にあらかじめ、食紅で色をつけた氷を用意しておいて、こちら側に入れてあげます。そうするともう冷たくなったこう水がずっと落ちていく様子がわかるかなと思います。冷たい水はぎゅっと縮まっているので重くなります。重たい水が落ちてきました。そしてこちら側には赤いインク、赤い食紅で色をつけてあげましょう。そうするとこちらは上がっていく様子、こちらは降りていく様子というのがよく見えるかと思います。これが熱対流の仕組みになっていますね。こちらにビーチボールの地球儀を用意しましたけれども、赤道域というのは暖かくて雲がたくさんできています。これは上昇気流によって湿度をたくさん持った、水蒸気をたくさん持った空気が上がってきて冷やされて空気、雲ができる。そしてこの下降域というのはこの雲がないところ、亜熱帯、高圧帯と呼ばれるんですけども、こういったところには下降気流、赤道で上がって中緯度で降りてくる、こういう大気の方も熱対流というのができています。これは今水で作っている対流ですね。どうですか、もう一周回ったかな。こちらはまだ冷たいのが降りていっていて、こちらでは赤いのがもう全部上がってきましたね。赤いのインクのついたもの、色のついた水はここで温められたので、今軽い水となっているので上の方にずっと固まって存在しています。このような形で軽い水と重い水があると2層の流体ですね。軽い密度の水と重たい密度の水という形で2層形になったりします。夏になるとこういう状態がよく出来上がります。そして、先ほど塩水の実験も行いましたが、河川水や雨水が大量に降ってくるとこのように軽い水と重たい水というような形の二層形が出来上がるということも起こります。ではこれから雲の生成実験を始めたいと思います。このペットボトルの中に雲を作ります。
このペットボトルは、炭酸水用の炭酸飲料のペットボトルを用意してください。普通のよりも少し分厚くなって丈夫になっています。その炭酸飲料用のペットボトルに水を少し入れてあげてください。そしてこの中をこのボウルに入れる空気入れですね、空気入れにゴム栓をつけて中の圧力を高めてあります。圧力が高まるとこの水がたくさん空気の中に溶け込んで水蒸気をたくさん含むことができます。これを一気に栓を外すとこの中が圧力が下がって温度が下がることによって水蒸気が水になります。水滴になります。それが雲の正体です。難しい言葉で言うと断熱膨張という言葉になります。このペットボトルは別に他の空気と熱を立っているわけではありませんけども瞬間的に圧力を抜くので非常に速いスピードで温度が下がります。周りの空気と熱のやり取りをしないうちに膨張して冷えてくるので雲が出来上がるという実験です。では助手の方にお願いして圧力を高めます。はい、お願いします。はい、大体20回ぐらい圧力が高まりました。これで一気に離します。大きい音がします。これが雲の正体です。こういう、空気入れとゴム栓とかがない場合は今はスーパーにこういうソーダ水炭酸が抜けないように、中の圧力を高めるキャップが売っています。300円から500円ぐらいで確か売ってたと思います。これでも同じように実験をすることができます。ちょっとまだ煙ってますね。まだ雲ができてしまった。よし、この場合はですね圧力があまり高められないのでさっきのようなきれいな白い雲がなかなかできにくくなります。できにくい時はですね中に線香の煙を入れてあげてください。この線香を火をつけて煙を少し入れてあげます。この煙を入れるということは、凝縮核というのを中に作っているということになります。実際の大気ではエアロゾルと呼ばれるような大気中の小さいゴミなどがこの凝縮核の役割をしています。凝縮核を入れた線香の煙を入れたものと入れてないものでどれぐらい違うのか見てみましょう。はい、じゃあお願いします。50回ぐらいだともうパンパンになって押せなくなってきます。いいですか。はい、じゃあこのコーナー上の方へ持ってきて開けます。いいですか。ね、だいぶ出来方が違う感じがしますね。核を入れると雲ができやすくなります。ですから人工的に雨を降らしたい時とかっていうのは氷の粒ですとか煙をまいたりということで雲を作って雨を降らせるというようなことも行われます。